こんにちは。今日はですね、最近ちょっと連日で、ご紹介をしている手引きのコーヒーミルコマンダンテの、続きといいますか、今回は、ミルに欠かせない、クリーニング方法ですね、をご紹介したいと思います。いろんな動画でもですね、ミルのクリーニングの大事さというのは語ってきてるんですけども、やはりこまめにですね、この引いた後のコーヒーのカスをなるべく取った方がいいということ で、このコマンダンテに関しましては、この下を外していただくと、引き目調整のところがありまして、ここのネジを外して、取れるようになってます。薄の部分がですね、そこをこういったブラシのようなものでシャシャシャと取るということがまでですね、そこまでが一応推奨と言われています。これでハリオさん のセラミックスリムとか、ポーレックスなど有名なミルの方は水洗いできたりとかですね、そういうことができるっていう筒型のミルがあるんですけども、コマンダンテに関しましては、もちろん分解今日ちょっとやってみようと思うんですけども、推奨がここまでですよというのがあります。っていうのが水洗いをするまでその分解してしまうと、組み立ててこう平行にこうちゃんと入れるのがですね、ちょっと難しいようなので、このネジを外してブラシで取るだけが一応推奨ですというような感じです。ではちょっとやっていきましょう。先ほどこの粉受けを外しましたので、こちらですね、引き目調整のところを、ここ下押さえながら、粗挽きの方向にこう回していきます。こうですね、こんな感じで外してきますと、だんだんこうここの薄の部分がこう開いてきますので、ごめんなさい、これはハンドル部分は取った方がやりやすいです、すいません。はい、ここをこう緩めていくんですね。そうしますと取れます。でこの部分がカチャッと取れるようになってまして、こういった感じになってますね。薄の部分のバネもついてます。でこんな感じです。でコーヒーカスがやっぱついてますですよね。で、推奨なのはこの時点で、ブラシで取ってきます。実際にやってきます。こういったブラシかなんかがあると、コマンダンテのですね、専用ブラシでもいいと思います。僕なんかはこういったカリタから出ているこういったクリーニングミルブラシみたいなので、いろんなミルを清掃しているので、これでやっちゃいます。本当シャ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 と、どうしてもその水で洗いたいっていう人は、一回これ終わった後にちょっとこんな感じというのはやってみますので、それはもう自己責任の上で行ってください。ですね、このバネもちょっとしっかり外しちゃいます。で本体の方も中ですね、こびりついているので、はい、出来上がりました。だいたいささっと取った感じですね。基本的にはこれで十分だと思います。こまめにねやればこれでいいですね。でここまでが一応推奨なので組み立てまでやっちゃいます。こちらの薄にこのバネをカチャッとつけていただいて、でこちらの、後ろ側にですねこのようにはめていただいて、で最後このネジでは
最後このネジでこう押さえながら、この部分ですね、ネジ式になっているので、ちょっと下の臼を押さえながらちょっとやる感じになるので、若干ちょっとやりづらいかもしれないですけど、まあ、これで止まっていくので、あとはいつもの自分の引き目調整をしてください。はい、では、ここからは、推奨では正直ないんですけども、まあどうしてもその水でこうパッと洗いたいという時にやる方法です。さっきまでのやり方は分解までは同じです。ここのネジを取っていただいて、まあ、この部分はもう分解できましたですね。まあ、このバネをも取ってしまうと。はい、で、こっからなんですけども、この周りにですね、このビスがちょっと3つ打ってある感じなんですね。なので、これ以上分解する場合は、このビスを取るしかありません。なので、そういう時に使うものが、はい、こんな感じですね。これは特殊ドライバーというものになるので、まあ、Amazon さんとかでこうなんか検索すると、まあ、この品番とかですね、まあ、これでしたら、980円ぐらいで売ってます。で、これいろんなタイプの、ものがある、ネジがあるので、結構いろんなものを分解できたりしちゃいます。なので、これを使います。カチャッと開けるとこんな感じですね。いろいろあるんですけど、今回のビスの場合は、この一番上の一番、まあ、左っていうんですかね、端、ここにある、このタイプがちょうど合いそうなので、これを使います。で、このビスを抜く場合、どうして水晶じゃないかって言いますと、結局このビス自体がすごく細かい部品で、例えばもうぐっと無理やりこうなんかやろうとするとですね、だんだんこの引っかかりのところが削れてしまって、取れなくなってしまいます。ビス自体がもうおかしくなってくるので、そうなってくるともう分解も締めることもできなくなるので、使えなくなってしまうので、正直頻繁にやるのは本当おすすめはできません。まあ、ただ何年かに1回とかちょっとやってみたいなって方には、まあこういったやり方があるというのをご紹介します。はい、ちょっと拡大をしました。ここですね、この3つのビスを抜いていきます。先ほどの特殊ドライバーでやっていくと、これがネジ取れました、1本ですね。で、3本取れました。はい、ではビスが取れましたので、ここから、まあ、もうちょっとできるところまで分解してみたいと思います。これはもうすぐ取れますね。この部分取れます。で、この部分の奥に、パッキンのようなものとナットみたいな、なんかそういったものついてるので、こう引き抜いていきます。よいしょ。引き抜いて、そうですね。こういった2つのパーツがあるので、これ絶対なくさないようにしてください。あと、ここ外すと、こういった軸が入ってます。と、あとはこの臼の部分、外側ですね、なるので、これはね、ちょっとグッとやると取れるようになってますね。まあ、こういった感じになったんで、大体このぐらいまででしょうかね、やれるとしたら。まあ、あとは、
水洗いする場合なんですけど、もしされた場合は、もしくは水にちょっとついちゃったって場合は、もう完全に乾かして、もうカラッカラまで乾かした状態で再度組み立てることをお勧めします。っていうのが、少しでも水滴がついていますと、コーヒーがダマになってしまって故障の原因になるかと思います。でも、正直ちょっとあんまり水洗いはお勧めできないですね。ちょっと今ちょっと分解してみて思ったんですけど、まあ本当完全にこうやった感じでブラシで隅々まで清掃して、でまあこれが限界だと思います。あと組み立てまでやります。まず、まあこれもですね、ちょっとせっかくなんで清掃しておきましょう。一つ余談ですけど、せっかくなので、この外側の臼のところにかっこいいですね。ちゃんとこだわって、ちゃんとこのロゴが刻印されてますね。見えますかね。すごいですね。やっぱこだわってますね、コマンダンテは。で、まあ、ちゃんとね、こう拭いて、白い手袋なんか、まあ、はめて本来はやった方がいいと思います。まあ、ちょっと今回は、はしょります。で、この向きが、こちらですね、が上。で、絶対にこの溝の部分があるので、溝ですね。これをここの突起にしっかりと合わせてください。少しでもこうずれると、臼が引けなくなったり故障の原因になります。なんでちゃんとこうはめて、でカチャッと、ちゃんと平行になってるか確認をしてください。はい、で次に軸を戻していきます。軸はまあこんな感じ、ネジの方が下ですね、こうはめていただいて、で、こちらの部品ですね。これも凹凸があるんですけど、凹凸ある方が、これ下ですね。で、細いもので、ちょっと入れないと入りません。で、こちらのパッキンを入れて、これもすごくやりづらいんで、この軸のとこですね、入れて、その後にこういった細いもので、ちょっと押す感じですかね。まあ、実験ということでやってみましたけど、あんまりおすすめしません、やっぱり。ちょっとね、中途半端にやっちゃうと、本当に故障の原因で使えなくなって、この高いミルが台無しになってしまいます。で、はい、こちらが最後、この部分ですね。まあ、もちろん文字のところが、はめまして、この穴を合わせて、はい、ここに、この先ほどの、ネジですね。特殊なネジになりますけども、これを戻していきます。はい、ネジちゃんとつきました。で、こちらの、内バーですね。これを、このネジをちゃんと装着をして、で、こちらに滑らせていきます。これをちょっとバネがあるんで、こんな感じでちょっと押さえながらですね、最後ネジを締めていきます。はい、これでできました。
はい、OK ですね。まあ、やってみた感じなんですけども、さっきやった感じの中で一つ気づかなかったんですけど、抑えの部分がこの上にももう一個ありました。で、下にももう一個あります。なので、本当分解もしされる方は、もうなくさないようにしてください、部品の方を。で、まあ、先ほど最初に申し上げた通り、ここのネジを外してまで分解するのはお勧めはしてません。なので自己責任になりますので、お気をつけてやってください。まあ、今回はまあ物は試しということでやってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、まあ、高いミルなんでなかなかそうこういったことはできないんですけども、まあ、こんな感じになってますというような感じでご参照いただけたら幸いです。素敵なコーヒーライフをお過ごしください。